35年前の1作目からね、きっと僕ら大好きな人はこういう展開になるだろうなといろいろ考えてみてたんですけども、いい意味でことごとく期待を裏切られる感じでしたね。レプリカントとね、人間の関係性とか含めてね、なんていうのかな、新しいブレードランナーっていうよりも前作のブレードランナーの世界をね、より進化させて、進化というのは進むというよりも深くだね、進化させていって、なんていうのかな、こう深いドラマ、関係性のドラマ、新しい文明とかね、我々が発明するものと本当にどういうふうにこう付き合っていったらいいのかということを、まあ簡単なこう敵対関係ではなくて、本当にその知恵とかね、人間の勇気とかね、こう相手側、これ拡大解釈すると、うん、レプリカントだけじゃなくてね、物にもね、知恵や魂が宿る、物にも意志があるっていうのかな、なんかそういうものとのこうやっぱこう関係性を、我々人間がね、こうどういうふうに、探っていくのかな、作り上げていくのかなというような、テーマを感じましたね。すごくこうメッセージに続くね、同じやはり監督らしい視点というか、同じこう冷静な視点というか、そういうものを感じましたけどね、はい。今ですね、本当に今見るべき映画、今見てほしい映画、本当35年前とはね、全く違うレベルで、AI とかいわゆる人工知能とかね、我々の周りの、さまざまなこうデジタルのね、いろんなものが出てきている中で、なんていうのかな、当時見た以上にね、すごくこう僕らの世界に近い物語になっている。35年前のブレードランナーは、やっぱりこうまだまだ遠い世界の話だなっていうような気がしたんですよね。それはまあ僕が子供だったっていうのもあるかもしれないけど、ほとんど多くの人がそう思ったと思うんですよ。ところが今見ると、その周りにこう置かれてる小道具含めね、こう主人公と登場人物たちを取り囲むね、街の景色とか、そういったもの全てがね、どん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 今の僕らの時代と本当にこう近くなってきていて、本当優れたフィクションがね、どん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 今の僕たちの生活と距離が近くなってきている。どん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 人事ではない、フィクションではない世界にね、こう近づいているんだなと、この映画の世界自体がっていうことをね、すごくこう感じさせられる映画でしたね。制作者たち、監督たちのこう今生きている環境の中からこう出てきた発想っていうのがここに集約されているようでいて、すごく興味を持ったし、まさにこう今見るべき映画、見てほしい映画、ブレードランナーの世界っていうのは、未来の価値観、新しい未来像、そこで、繰り広げられるね、レプリカントと人間の、闘争劇とか、そこで生まれる感情っていうものをこう描くと同時に、なんていうのかな、それを通して、今の僕らがどういうふうにさまざまな事柄と付き合っていくのかっていうことに対してね、すごく考え、抜かれた映画であるように思いました。はい。